自分が許可を出して夢を現実にしてあげよう。家の近所でカラスが多くてゴミを荒らされたりもするし、5、6は集まってたまに集会しててすぐ近くを通る時が怖かったんだ。カラスを見るたびに嫌な感情が出てくるから、それを変えようと思って、自分の中でカラスを見たら金運がいいというとんでもない設定をした。もちろん根拠なんてないめちゃくちゃな設定だよ。けれどカラスは日常的に何度も見るから、その度にやったね、またお金が入ってくるって思ってたら、だんだんカラスが可愛く見えてくるし、なぜかカラス被害がなくなったし、本当にお金回りが良くなってきたよ。自分の考える通りになるんだね。つい数時間前、ものすごい進展がありました。布団に横になって、さあ寝るかと思ったら夫が、実はそろそろ家を買おうと考えてる。中古か新築どっちがいいかなと言ってきた。今はアパート住まいなんだけど、私自身は3ヶ月くらい前から家について考えてて資料もらったりはしてたんだけど、まさか夫も考えてたとは。確かに子供も動き回るようになって騒音で迷惑かけてないかとか、手狭になってきたなとか気になってたけど、まあとりあえず現状維持だった。当然学区とかも関係するから場所は限られてくるけど、それより何より信じられないし、嬉しさとかワクワクが勝ってて眠れない。やっぱり潜在意識ってどこかでつながっていると感じたし、シンクロも来たんだから、がっつりと家とお金引き寄せるぞ。ネガティブがなきゃポジティブもないんだし、引き寄せでたくさん叶えてきた身からすると、別にネガティブな感情って悪いことじゃないよね。ネガティブを無理やりポジティブに変換する必要はないと思う。ただ自分を許す、これだけ。何か難しいこと考えてる人が多いように感じたから急にぶっこんだけど、本とか読んだことない人は一回パラッとでも読んでみたらいいと思う。私は逆だったな。ずっとネガティブの状態で許すことがいまいちよくわからなかったから、ポジティブに変換し直す方が効果あった。結局は自分に合った方法があるのかなと思う。それを見つけるために、効果が感じられなかったら違うメソッドとか試したらいいんじゃないかと。私も許すがなかなか難しいから、とりあえずあ、ネガティブだと認識して、それに代わるポジティブ変換をセットにやることにした。引き寄せの法則とか知らなくて意識してなかったけど、機嫌よくしてきっと叶うと思ってたら、大体のことは叶ってたとか言う人は、許すだけでバンバン叶うのかもしれないけど、もともとネガティブなせいか、それじゃ追いつかなくて。そこそこ綺麗でたまにゴミが落ちてる部屋とお部屋とでは掃除の仕方が違うみたいなことだろうなと思う。ネガティブ全開のどん底から這い上がった体験談って、ポジティブへの変換アファメーションをやってるケースが多いし。気づいたことがあるんだけど、全てのことに言えるのは、自分が許可出せてるものが現実になるってこと。例えば彼氏ができるかできないかって、顔とか経歴とか年齢じゃない。ただ単に自分が彼氏ができることにポジティブなイメージを持てているかだけ。彼氏いない歴が年齢の友達が彼氏欲しいとか言うんだけど、聞いてみると、でも彼氏できたら自分の時間持てなそうだよねとか、めんどくさそうっていう、そんな負のイメージがあるものが現実になるわけがない。わざわざ苦しいものを選ぶ人なんて誰もいないわけで、結局潜在意識では彼氏ができないことの方がメリットがあるって思っちゃってる。じゃあどうしたらいいかっていうと、私の場合は憧れの人、芸能人でも二次元キャラでもいいと付き合って大事にされている妄想し、うまくいった。妄想することで恋愛にポジティブなイメージが持てて、自然と潜在意識にも彼氏ができることが許可される。だからお金とか仕事とかも全部一緒なんだなって思った。望む状況を潜在意識レベルで許可できてるかってこと。魔法使いになったり、ゴミ拾いだったり、考え方変えるだけで
どれもその人なりの引き寄せのやり方があるんだなと、ここを見てて気づいた。そもそも引き寄せの法則っていうのは、似たようなものが引き寄せられるよってだけの話で、意図的な想像と許容し可能にする術がないと、望みを叶えるには至らないかなと思う。特に許容し可能にすることができてなかったり、難しいと考えているなら、実現させるのは大変だろうなという印象がある。得意な教科だったり、どの部活に入って楽しむかだったり、いろいろあるように、引き寄せでも相性がありますよね。どれが正解ではなくて、どれも正解。自分に合ったやり方を見つけるまでは試行錯誤になりますが、そのコンパスはやっぱり自分が好きか好きじゃないか、こういったスレを見て、いろんな意見を目にすることはためになります。違う意見を見て、より自分はこれが好きなんだってわかるし、私には合わないけど違うやり方でできるのってすごいし、どんなんでも叶っていいんだなって、引き寄せの枠が広がるからありがたい。可能性がたくさん、個性がたくさん、それを教え合えるのってメリットしかない。ありがたく糧にします。ここ見るようになって、最近また引き寄せが成功しました。引き寄せるスピードが上がった気がします。こんな仕事してみたいと思っていた業界の方をたまたま紹介され、お手伝いから始めることになり、すごく楽しそうでワクワクしています。あとは長年愛読してる雑誌のコーディネーターとたまたま知り合うことになり、特集紙面の企画に関われることになりました。仕事を今一番頑張りたいので、もっと引き寄せてお金ももっと入ってくるイメージをしながら感謝して日々を送ります。自分が欲しいものと自分に必要なものって必ずしもイコールではないんだなぁと最近気づきました。こんなものいらない、私が欲しいのはこっちなのに、と思うことがあっても、しばらく経つとやっぱりこれが良かったんだなと感じることが多々あります。不運だと思っていた経験が、実はステップアップにつながる学びや戒めになっていて、後から感謝の気持ちが湧いてくることもありました。好きだと思っていた人に見えないマイナスの一面があり、結果的には別れた方が自分のためだったとか、見えない危機管理能力が働いているという感じでしょうか。だからあまりうまくいかないなと感じた時は、欲を手放して自然な流れに身を任せてみるのも良いんじゃないかと思います。自分が水面に浮かぶイメージで、最終的にはいい方向に行くと思っておけばいいのでは。仕事とお金の願望がなかなかうまくいかず、日々落ち込んでは上がっての繰り返しだったのですが、そもそも自分の中にすんなり幸せになってはいけない、そんなの安っぽいし信じられないという思い込みがあったと気づきました。私はすんなり幸せになってる人が羨ましくて仕方なかったのかもしれないですね。私がすんなり幸せになれば、そういう嫉妬もしなくなるし、人に優しくできるし、私のことを大切に思ってくれてる人たちにも恩返しできる。そんな風に考えを変えたらすごく楽になりました。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。